の中では何が起こっているのか、雲をつかもうとしている話。これね、アマゾンで在庫切れになってたんですけど、在庫がなんか今日見たら10冊ほど入ってました。幻の初版になるかもしれませんので、もしね、初版が欲しいっていうね、人がいたら急いで注文してください。というわけで第2版もですね、準備が完全に整って、来週ぐらいにはですね、第2版が回り出すんじゃないかと思います。それでですね、昨日九州で50年に一度とかっていうね、長崎でしたかね、大雨があってですね、ニュースで見た方もいらっしゃるかと思いますけど、ちょっとね、何百ミリですか、200ミリぐらい降ったところもあるんですよ。で、アラケンの話、この本でいくとですね、例えば100ミリの大雨ってどれぐらいすごいかっていうのを、力士に例えてるページがありますよね。豪雨の章なんですけど、100ミリで小ぶりの力士1人分です。それが1メートル四方に、力士1人っていう感じですから、そこら中に、力士で埋め尽くされるという状態を想像して、それが空から降ってくるんだと思うと、重さで考えると結構そのどんだけ、雨が多すぎると危険であるかということが理解できるんじゃないか。で、200ミリなんですからですね、とんでもない量ですね。で、それが1日とかそこらで降ってしまうっていうのは、一気にその、川も道路も何もかも、水、その100キロのね、重さのもので埋め尽くされるということですから、その危険がどうイメージできるかっていうことがですね、書いてあるのが228ページですか、ありましたけど、でですね、ちょっと僕梅雨が専門なんで、今時の雨の、解説とか結構気にして見てるんですけど、昨日の雨の解説で気象予報士、気象キャスターの方々が、原因はこれですというふうな説明をしてて、でかなりの人が間違ってるんですよ。で、僕はそんな目くじら立てるつもりはなくて、間違ってるっていうことを言いたいんじゃないんですけど、でもですね、ちょっとその背景を考えてみたいと。何かっていうと、ですね、解説で原因は何かって、大雨の原因は何かっていうところで、実は結果であるものを使って原因ですって言っちゃってるんですね。でそれは湿舌って呼ばれるですね、湿った領域、水蒸気量の多い領域が上空に見られるんですけど、それがですね、結果なんですよね。大雨が降った雲ができた結果として現れるんですけど、それが昔の教科書にはですね、それが大雨の原因だみたいな解説になってたんですね。気象予報士の、教科書とか、それから古い教科書にはそういう書き方がしてあるんですよ。なんですけど、それはもう完全に結果だって、研究の結果、最近でも明らかなんですね。10年以上前から明らかなんですけど、気象予報試験の教科書の中では古いまんまになってて、僕らがそこを更新するようにできてないっていうことに責任があるわけですけど、だから間違ってることに目くじら立てるのは僕にはできなくて、だけどそれ見てやっぱり分かってほしいのはですね、一番最近の研究で更新された知恵を手に入れないと使えないってことなんですよね。むしろ下手したら誤った判断で逆に危ないということもありえますので、例えば今回のはね、僕は目くじら立てないのは危ないとは思わなかったですね。後の話をもっともらしく解説するのに間違った解説をしたっていうだけの話で、でも例えばアラケンの本でいくと、竜巻とか、雷とか、結構ウィキペディアとかね、間違った知識があって、そのまま放っとくとまずいなっていうのがやっぱ残っちゃってるんですよ。やっぱりそういうのは更新してほしいなと
思うわけです。というかその更新してもらわないと、更新してもらうためにこそ僕はこういうのを広げようとしてるわけですけど、必死でですね。それは広げなかったら、あの誤った知識のまま、知恵のまま誤った判断をして、もし被害に遭われる方がいたら、その人見殺しにしたことになりますからね。だから僕はその必死なわけですよ。いつそういうことになるか分かんないから、この本を広めないということは、あの買ってくださいと言わないということはですね、それだけ僕があのなんていうか怠ってることによって救われない人が出てきたらやりきれないじゃないですか。だから必死なわけですよ。でそのあんまりその一生懸命やりすぎると結構ね、やっぱりね、嫌われるわけですよ、一部の人には。きっとわかんないですけど、あんまり僕そういう話聞かないんであれですけど、嫌われるかもしれないと思いますよ、僕も。だけどそれよりも大事じゃないですか、救う方が。だから必死なんですよ。あの自分がちょっと嫌われるかどうか、どう思われるかどうかなんて、そんなことよりも大事なことがあるわけですよ。だから毎日やってるわけです。あのもしね、あの、まあ、最近あの結構あのレスポンスくださる方が増えたんですけど、まあ、もうこういうアラケンの本をね、あの周りに広めると、勧めたりプレゼントしたりとかっていう時に、ひょっとしたらそのシチュエーションによっては、相手によってはちょっと躊躇しちゃうこともあるかもしれないですけど、あまりね、あのゴリゴリは進めるのはとか、でもそれより大事じゃないですか、救うことの方が。嫌われることぐらい覚悟してますよ、僕は。でも覚悟してでも広めた方がいいって分かりきってるから、僕毎日こうやってるわけなんで、あの、まあ、そこまでを全員に思ってほしいとは言わないんですけど、まあ、もしね、あのできれば一人でもそういうふうに思ってくれる人が増えたらいいなと思って、まあ、今日もねこうやってメッセージしてるわけですけど、まだまだね、あのたかだか何千人っていう人しかまだこの良さを知らないわけですよ。でもまだまだ広めなきゃいけないんで、ぜひね、あのご協力よろしくお願いします。そして第2版素晴らしい仕上がりになってますんで、お楽しみに。